まあ、鶏肉とお魚、ワカサギを揚げていきます。餌あげてんの、餌。ノート普段可愛い顔してますが、しかも肉食の動物、イタチ科の仲間なので、食べてる時にちょっと恐ろしい顔でしたね。野生ではね、貝とかカニ、エビとかの硬い甲羅持っている動物食べてるので、非常に顎の力すごいです。犬歯も鋭いので、私たちもね、長靴とか噛まれちゃうと穴開いちゃうぐらいの力があります。今この展示場内に9頭、家族でいるんですけど、野生でもですね、10から15頭ぐらいの群れ、家族中心の群れで生活しています。すごいこれ。よいしょ。また食べる。あ、食べる。